掛け軸塾。はい、どうも掛け軸塾の野村です。さあ今回は山下清についてお話しさせていただきます。ということでやってまいりました。山下清、放浪の天才画家と言われた方で、この方っていうのはドラマがめちゃくちゃ有名なんですよ。この人をモデルにしたドラマ裸の大将、これがねもう我々世代でいうとドストライクになりますね。僕も小学校ぐらいの時、家帰ってテレビつけたら必ずやってたようなドラマ で、この山下清っていうのはちょっとね知的障害と言語障害を患っている方になりまして、そのドラマではそこを結構誇張した演技っていうのを、ね、主人公の方がやられてて、それがめちゃくちゃインパクトあったので子供からするとそういうのをモノマネしたくなるんですよ。っていうことでめっちゃモノマネするやつが多くて、そういう印象がめちゃくちゃ強かったっていう方なんですけども、実はねこの山下清のアーティストとしての生涯どうだったのっていうのをごっそり抜け落ちてる方っていう結構多いんですよ。いや僕自身もそうなんですね。どんな生涯あるんですか。もうずっと放浪してたのかなとか、なんかずっと逃げ回ってたイメージが強いんですけども、実はそうではないよっていうところに今回はスポットを当ててご紹介したいなと思います。今回の動画っていうのは山下清のアーティストとしての生涯どうだったのっていうと、作品どういう風なのを残してきたのっていうのをご紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、それでは早速進めていきましょう。まずいつ頃生まれたのっていうと、1922年大正11年に東京の浅草で生まれます。はい、で山下清っていうと、さっき言った、言語障害と知的障害を患ってましたよってことなんですけども、いつ頃患ったのっていうと、これ結構ちっちゃい時からなんですね。それが、1925年の3歳の時で、最初はただの風邪やったんですよ。ただこれをこじらせてしまって結構重度の消化不良に陥ってしまったんですね。で、まあ、消化不良っていうとなんかご飯食べてすぐ運動したらお腹痛くなるよっていう風なイメージかもしれないですけども、そんなレベルではなくて命の危険に関わるようなぐらいの消化不良に陥ってしまったんですよ。でやばいよどうなんねんっていうところなんですけども、なんとかね一命は取り留めたんですよ。よかったねということなんですけども、残念ながらここで、ちょっと障害が残ってしまったと、後遺症が残ってしまったっていうことで、知的障害と言語障害を患う形になりますと。でこっからもね、山下清の幼少期っていうのは結構ねハードモードが続くんですよ。それは何なのかっていうと、1932年だいたい10歳ぐらいの時にお父さんがね亡くなってしまったんですよ。いやいたーって感じなんですね。もう10歳ぐらい、またちっちゃい時ですよ。その時にねもう障害を患いながらもうお父さんも亡くなるって言ったら結構な影響があると思うんですよ。でそんな中お母さんもね、やっぱもう息子こんな状態やからお父さん持ってほしかったのに亡くなってもたらこれ人私一人じゃどうなるんだろうってなって再婚をするんですよ。まあパートナー新しいのが欲しかったということで再婚したんですけども、この再婚した相手っていうのがねとんでもない相手やったんですよ。クソ親父やったんですね。まずね最初はね優しかったらしいんですよ、そんなあの再婚相手は。ただお酒が入ると、ね、酒癖が悪かったのよ。もう DV 親でね様変わりしてしまうんですよね。ガッシャーンでおらー彼女おらーみたいな感じで暴れるようなやつで、もう清からしたらプル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 震えてるわけなんですよ。お父さんが怖い、変わったお父さんになったけど、変わったお父さん怖い、新しいお父さん嫌やみたいな感じになってたんですよ。ただ、そんな清もねやっぱお父さんはお父さんやからちょっとで相談に行くわけなんですよ。何を相談したかというと、この当時清っていうのは小学校やったんですけども、まあ、そんな言語障害とかやっとったらねやっぱいじめられるんですよ。でね、まあ、どうしたらいいや、もういじめられるわということで、あよしお父さんにちょっと相談しようということで、そのニューお父さんに相談しに行ったんですよ。だからこのお父さんなんて言ったと思います？おい清、リベンジやリベンジ、そんないじめられるんやったらな刃物や刃物で刺したったらええんやみたいな感じの、ちょっと障害の示唆をしたらしいんですよ。で清は純粋やから、うん分かったって、うん分かったじゃないんだけど、うん分かった言うて、ほんまにあのいじめに来た人の、小学校ぐらいのねいじめに来た子の、手かなんかをそのちっちゃいナイフで、ぐさって刺したらしいんですよ。まあちっちゃいナイフやからね、あの見たら鉛筆削り用のナイフと言われてるので、まあ、そんなめっちゃでっかいわけじゃないけど、でもちょっとやり方使い方間違ったらえらいことになるよ、障害残るよっていうような怪我を負わしてしまったんですね。まあまあそこはあんまりクローズアップされてないので、そんなめちゃくちゃ大事ではなかったんかもしれへんけども、お母さんからするとね、いやあかん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 、うちの子どういうことやねん、これ絶対あの人の影響やわみたいな感じで、ちょっとやばいなとさすがに思ったと。で転機が訪れます。それが、お父さんがいない間にお母さんが家族を連れて逃亡するという凶行に出たんですよ。すごい、どういう状況って感じなんですけども、まあねお父さんがおるとね離婚とかもこう言い出したらね、まあ暴れるかもしれへんから、ね、離婚とかも言えずに、もうとりあえずおらん時にもう脱出やみたいな感じでドーンって出たんですよ、気の身気のまま。で、めっちゃ貧乏宿とかに泊まってなんとか生活してたけど、めちゃめちゃ苦しかったので、なんかええとこないかなって探した結果、母子家庭の社会福祉施設になんと
とか入ることができましたよっていう状態だったんですね。あ、とりあえずまあまあよかったねって一安心お母さんみたいな感じだったんですけれども、ただここでね終わらなかったんですよ。何かっていうと山下清もね、やっぱもうちょっと前半戦いろいろありすぎじゃないですか。もうこんなところまで行ったらただじゃ障害を負ってるのにこんな状況やったらもうグレるよっていうことで、さすがにちょっと反抗的な態度を取るようになってきたんですね、学校とか で勉強とかもちょっとね知的障害やから追いつけへんっていうのもあったりして、おもんないわっていうのもあって、だんだん反抗的な態度を取るようになったのをお母さんがちょっとこのままじゃやばいなっていうことで、普通の学校ではなくて養護学校に入園させたらどうなんやろうっていうことで、千葉県の八幡学園に入園させる形になります。はい、でここがね、山下清の大転機になるわけなんですよ。その学園で、いろいろね授業があったんですけども、針絵の授業っていうのを指したんですね。そしたら、山下清がめちゃめちゃ驚異の集中力を発揮して、すんごい作品をガーンっていきなり作ったらしいんですね。ほんならまあ周りの人からも、うわすげえ、なやこいつみたいな感じで、もっとやれもっとやれみたいな感じで、その先生とかも目かけてくれて、そこから才能が開花して、めっちゃ創作意欲が、爆発したっていうのになったんですよ。これがね、山下清画伯の第一歩のスタートやったんですよ。でそれが結構話題になって、そこが1937年か39年の間に、結構いろんな展覧会というのが行われたんですね。まあ、もちろん山下清だけの展覧会ではなかったんですけれども、まあ、ほとんど山下清メインでやってますよみたいな展覧会があったんですよ。その八幡学園を中心にやってたんですね。それがまず早稲田大学で展覧会しましたよと。あの早稲田大学ですごいね、早稲田大学で展覧会したんですよ。で、それのちっちゃい講堂でも展覧会しましたよと。でそれの後が、銀座の画廊で初めての個展をやりましたよ。すごいね、銀座の画廊で初めての個展ってプロでもなかなかできへんのにいきなりやったのって感じなんですけど、もうそれだけ注目されてたんですよ。でそれもやりましたよと。ほんなら今度は東京だけじゃなくて大阪の朝日記念館ホールというでっかいホールでもやりましたよということで、もうすんごいね、もうこの時ぐらいからもう、山下清ってめちゃめちゃ世間から注目を集めてたんですよ。その証拠に、当時の画壇の洋画の画壇っていうのがあったんですね。西洋画、油絵とかの画壇の、大巨匠っていうのが2人おったんですよ。それが安井宗太郎と、梅原龍三郎という作家なんですけれども、この2人が山下清の作品を見て、おお、こいつこそマジで天才や、すげえな、ゴッホとかアンリ・ルソー並みにすごいで、おい、こいつはマジモノジーニエスやで、すげえわみたいな感じの、評価をすることによって、めちゃくちゃさらに人気がブワーって湧いたと。もう一躍時の人みたいになったのが山下清やったんですよ。おお、すげえな、そんなサクセスストーリーあるって感じなんですけども、ここでねまた転機が訪れます。それは何なのかっていうと、1940年に八幡学園から脱走します。なんでって感じなんですけども、脱走して抜け出して、こっから放浪する形になるんですね。ここがドラマでよく描かれる裸の大将の部分になりますね。ランニングシャツみたいなんでリュックしよって、こうやって歩いてるって、あの格好がここの、放浪のシーンになるんですけども、これなんで抜け出したかについてなんですけども、はっきりとした理由はね、山下清は当時あんま言わなかったらしいんですよ。ただ、いろんな、ね、説があるんですけど、多分こうじゃないかっていうのは、この時っていうのは戦争の足音が聞こえてきてたんですよ。まあ太平洋戦争とか第二次世界大戦とか、まあ、そういうのがあって、山下清っていうのは年齢的に2年後その徴兵検査っていうのを受けなければいけなかったんですよ。で、そこでもし OK お前戦場行ってこいみたいな感じで言われたら、自分も戦場に行かなければいけないっていうのが、めちゃくちゃ嫌やったので逃げ出したんじゃないかというふうに考えられてます。まあ、山下清っていうのは戦争がめっちゃ嫌やったんですよ。まあ、それを端的に表している言葉っていうのが、みんなが爆弾なんか作らないで綺麗な花火ばっかり作っていたらきっと戦争なんて起きなかったんだなみたいな感じのことを戦後に残してたので、まあ、本当にね純粋に戦争嫌いで平和が大好き、人が人を殺めるなんてそんなもんバカげてるみたいな感じで思って、もうそんなんに行くのは嫌だって子供ながらにねやっぱ思ったんですよね。で、逃避行したっていう風な感じで考えられてます。で、これドラマの影響が強すぎるんですけども、山下清がまあ放浪してて、その放浪の先で、まあ作品を、その風景とかを、貼っていって、で当時のね、ドラマではね、そこら辺の人たちは貼り絵うまいねみたいな感じで言ってて、で ありがとうございますみたいな感じで山下清がやってるんですよ。で、最後なんかその町で大体行くところどころでトラブルが発生してたんですけども、そのトラブルがなんとか解決しましたよって言って、で山下清のところにみん
んなその清さんよかったねみんな解決したよって聞いたら山下教師がいなくなってたと、次の目的地に行ってますよと。でそこを山下教師がおったところには、その作品が残されてて、でその集まってきた人があれこれ山下教師って書いてるあの天才画家ちゃうんかみたいな感じで、お清さん待ってくれやみたいな感じで山下教師を追っかけるみたいな話が、連続でドラマとしてあるっていう風な、ストーリーなんですよ。が強すぎて、なんか現地でめっちゃ絵を描いてる作ってるみたいなイメージが強いんですけれども、ほとんどがねそうではないんですよ実際は。あの山下清ってのは、まあ、いろんなところに行くんですけれども、スケッチとかをいっぱいしてたわけじゃなくて、一回帰ってくるんですよ、その千葉県の学園にね。で学園で、そこで一気にその旅先の記憶を頼りに、作品をうりゃーって全開で作っていって、 できたら、また旅に出るっていう、こういうサイクル型で放浪してたというふうに言われてます。はい。なので、でその、帰ってきたその行った時にスケッチとかもほとんどしてないんですけども、山下清っていうのはめちゃくちゃ記憶力がすごかったんですよ。瞬間記憶力が半端ないということで、言うたら、写真で撮ったように脳の中にバシャってその情景を記憶することができるんですね。でそれをそのまんま千葉に帰って学園で、その通りにこう作品を細かいところまで、細部にわたるまで再現することができるっていう能力を持ってたんですよ。しかも超集中でめっちゃ集中力が高くて、細かい絵でこう針絵でこうガーッてやりますよっていうのができるっていうことで、山下清はすげえなっていうのがよく言われるんですよ。まあそんな感じで、サイクル型でこういろいろ行きましたよっていうのが、山下清になります。で山下清の針絵なんですけども、特徴としては4つぐらいも挙げられるかなと思います。はい。まず1つにめちゃくちゃ細かいんですよ。はい。まあ、針絵っていうとね、色紙をちぎって貼っていくんですけども、そのちぎる大きさっていうのがだいたい3ミリとかそれぐらいの、辺なんですよ。ちっちゃいので言うとね、を細かく細かく貼っていくので、言うたら、点描みたいになるわけなんですね。点描。それで、まあ、言うたら色紙って単色じゃないですか。なのであんまりね色調とかの変化ってつきにくいんですけども、その細かく細かくやって、ちょっとずつちょっとずつ色を変化させることによって、色紙なのにグラデーションができたり立体感ができたりっていう風な、細工をするんですよ。これがねめちゃくちゃ細かいっていうのが一つ特徴かなと。で、もう一つの特徴っていうのが、その細かいのは細かいでそういうのがあるんですけども、それよりかもうちょっと大きいっていうのもあるんですけども、言うたら、そんな大きいのやったら全然ちぎらんとペタってもっとでっかくガーンって入ったらいいわけじゃないですか、楽やから。でも山下清はそうではなくて、わざわざ、まあ、ある程度の大きさ、3ミリほどではないけどもうちょっと大きくでも、切って、細かく細かく一応貼るようにはしてたんですよ。これ何が違うのかっていうと、絵筆のタッチのような表現がそれでできるんですよ。色紙ベターやったらね、言うたら面がペタって貼られてるだけやったらそんな、筆の跡みたいな感じにはならないんですけども、これぐらいのちっちゃいのをいっぱいいっぱいランダムに貼ることによって、なんかあたかも油絵とかでねこうやって塗って筆の跡とかの残ってるようなタッチが残るような、そういう風な感覚っていうのを表現してるっていうのが、一つの特徴なんですよ。だから印象派みたいな感じですね本当に。その点描っていうと後期印象派みたいな、イメージで、筆のタッチのもうちょっと大きい方バージョンでいうと、モネみたいな、ああいう風なイメージに、なるかなっていう感じなんですよ。そういった特徴があるのが山下清の針絵になります。で3つ目の特徴っていうのが、独自のオリジナルテクニックっていうのをめちゃくちゃ使ってるんですよ。はい。山下清、テクニックみたいな感じ。それの代表的なのっていうのが小よりっていうテクニックになります。小より、まあ、言うたら色紙を、ちょっとくる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 巻いてこうするのかな、こうするのか分かんないですけど、まあ、細い棒みたいな感じ、ああいう風にしてちょっと立体的な線みたいな紐みたいな感じにするんですよ。でそれを貼ることによって、言うたら貼り絵って言ったらペタペタ貼るから、そんなね、いくらちょっと隆起があるとしてもそんなにデコボコしてないよっていう中で、その小寄りのちょっとくるくるして、細い棒みたいになったのを輪郭線とかに使うことによって、めちゃめちゃ立体的な作品世界になってますよっていうのが特徴なんですよ。これがねめちゃくちゃこうなんていうの、リアルというか、その他の針絵作品と一線を画するような表現なんですね。だから山下清の自画像とかあるんですけども、その自画像の髪の毛とかにもなんかちっちゃい小寄りを切ったんかちぎったんかわからんけど、それで貼っていくので、なんかすんごい髪の毛の表現とかもできたり、木の表現とかもそういう小寄りを使ってめっちゃ質感すげえなっていうのを作ったり表現したりっていうのが、山下清の針絵の特徴の3つ目のポイントかなと思います。で最後の4つ目のポイントっていうのが、山下清いろんな風景を、針絵で表現してるんですけども、実際の風景、リアルな風景をそのまんま描いてるっていうわけでは
ないですよ。ところどころね、色調が違ったり配置が違ったりっていう風に変えてるんですけど、これは山下清の、心象風景なんですね。いわゆる理想的な風景、自分の中ではこうやったらいいなっていう風な理想郷のようにちょっと変換して、描いてるよっていう、こういう風なポイントが、山下清の針絵のポイントとして挙げられるかなと思います。はい、こんな感じで放浪しては帰ってきて、放浪しては帰ってきてのサイクルを繰り返して10年以上経った山下清なんですけども、ここで転機が訪れます。それが、1953年31歳の時にアメリカの雑誌でライフっていう雑誌があるんですけども、その雑誌が山下清の作品を見かけたんですよ。見かけたというか見つけて興味を持ったんですね。で、ライフからすると、山下清の作品めっちゃええやんけ、これ山下清先生にちょっとインタビューとかいろいろしたいんですけども、どこ行ったら会えますかみたいな感じで、まあ言ったら、いやーどこにいるんでしょうね、わかりません、今なんでやねん、どこにおんねん、普通わかるやろ、いやちょっと放浪しててね、たびたびどっかで出かけてわからないんですよ我々も、何それやったらもう創作するわみたいな感じで、ライフが創作活動を開始するっていう形になったんですよ。で、そのライフに協力するような形で、かの天下の朝日新聞社が、その翌年ね、1954年の1月6日に全国版の新聞に、ドカーンって記事を出したんですよ。山下清を探してますよと、日本のゴッホ今いずこみたいな感じのタイトルの記事をボカーンって出したんですよ。まあこれはね、当時の新聞で言うとすごいからね、今のネット社会とかじゃないから、もう新聞が一番大事みたいな時代やったんですよ。もうお父さんが新聞読んでるっていうのが象徴みたいな感じで言われるぐらい、それぐらい新聞っていうのはもう影響力強い。そこに大々的にドカーンって出たら、それはみんな、おお山下清探せ探せみたいな感じになって、めっちゃ日本全国の人たちが探しまくったんですよ。なら、やっぱすごいね、4日後に発見されたんですよ。早いね、4日後、どこにおったんっていうと、1月10日に鹿児島で発見されたんですよ、鹿児島。で、それはどうやったかというと、地元の高校生がなんとか見つけたらしいんですね。あ、おったおった、これある新聞の人やみたいな感じで見つけて、御用になったっていうのが山下清になります。はい。で、まあそこでね、山下清はもうこの騒動で一躍有名になったから、新聞沙汰になって全国区でね、しかも見つかったってなんか土の子みたいな話だけどね、見つかったみたいな感じになったから、もうどこ行ってもこっからね、放浪してもあんた山下清ですよ、あ、清さんや清さんやみたいな感じで人だかりになるので、もう放浪できへんなっていうことになって、ここで放浪生活を終えて本格的なプロの画家として、その道を歩んでいくっていう形になったんですね。まあ、プロの画家として、まあ、言うたら全国の展覧会をして、会場で個展をしますよとか、まあ、そういうふうな感じの活動をしたんですよ。で、山下清のその人気どうだったのかっていうと、言うたら山下清のその放浪の、ね、画家のドラマのイメージは強いんですけども、実際問題プロとしてやりだしたらどうだったのかっていうと、人気めちゃくちゃすごかったらしいんですよ。はい。それを象徴するのが、1956年に東京の大丸百貨店で個展をやったんですよ。はい、これが大体26日ぐらいの固定やったらしいんですね。で、そこで何人集客したかっていうと、来場者どれぐらい来たかっていうと、なんとね、約80万人の人が来たらしいんですよ。すごいね、80万人ってもう桁が違うんですよ。これめちゃくちゃ多いんですよ。普通の展覧会、現代の展覧会とかでも、なんとか展とかいろんな美術館でやったりするじゃないですか。あれで、来場者数で、まあまあ普通で言うと、アベレージで言うと1万とか2万とか、それぐらい来たらまあよかったねっていうような、感覚なんですね。が、80万人来ましたよっていうことやから、すごいね、そんなに来んのって感じなんですよ。それぐらい山下清ってもう国民的な人気の作家やったんですよ。しかもね、一般人だけじゃなくて、当時のね、なんと皇太子さんも、あ、なんだ山下清が東京の大丸百貨店で個展やってるらしいから、ちょっと行ったろかみたいな感じで、訪れたということで、すごいね、もうどんだけ人気あんねんっていう風な感じの状態やったのが、この山下清だったんですね。で、そんな感じで全国で展覧会で巡りましたよっていう活動を、続けていきます。で、そんな中で、山下清っていうと、針絵のイメージがめちゃくちゃ強いんですけれども、実はね、陶磁器の絵付けっていうのも結構やってるんですよ。で、それのきっかけになったのがちょうどこの時期なんですね。1956年に島根県の湯町で初めて絵付け体験を行ったのがきっかけというふうに言われてます。まあそこでハマったんですよ。で、なんでハマったのかっていうと、まあ新鮮やったからハマったんですけども、何が新鮮やったか、新鮮ポイント3つあると思ってます。はい、3つ。何が新鮮やったかっていうと、まず最初に今までのその針絵とかっていうのは大体平面でやってるじゃないですか。まあ、机とかに置いてペタ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 貼っていきますよ。言うたら二次元の世界なんですけども、陶磁器って言うたら三次元
次元立体的じゃないですか。球体とか丸みをあったりっていうので、それが全然今までと違うなっていう、同じモチーフを描こうとしてもなんかちょっと世界観変わるなっていうのが新鮮やった。これがまず一つと、で二つ目の新鮮ポイントっていうのが、これもまあ似たようなもんなんですけども、それまでの作品張り絵とかっていうのはキャンパスにやってるわけじゃないですか。言うたら画用紙とかああいうのを四角形の中で、こういろいろ貼っていったりするんですけども、陶磁器の絵付けっていうのは、丸であったり、この円のお皿とかね、丸であったり壺であったり、その全然形が違うわけなんですよ。一定じゃないっていうのが、これまた変化に変化を飛んで、モチーフは同じね虫とかをやってても全然表現が違うな、花火とか描こうとしても全然感覚違うなっていうのが、新鮮でめっちゃおもろいやんっていうのでハマったと。で3つ目のポイントっていうのは、陶磁器って土とか釉薬で同じモチーフとかでも全然仕上がりが違うじゃないですか。だからまあ各地でね、なんとか焼きなんとか焼きっていっぱいあるんですけども、山下清からすると同じモチーフを描いてるので、その焼き方とかで全然仕上がりが違ってくるっていうのも、これまたおもろいなっていうふうに思ったんですよ。なので、山下清っていうのはその全国で普通のね個展をやってるんですよ。展覧会をやってる中で、それに合わせる形で、なんと同時並行で、その現地に行ったら、その現地の窯元を巡るという旅をしてたんですね。で窯元行って絵付けして焼いて、おおここではこんな風な感じになったっていうのをめっちゃ数を残したというふうに言われてます。その数なんとで、ね、大体2年間で600点ぐらい残したとも言われてるので、すごいね。そんなハマったんって感じなんですけど、そんだけハマったんですよ。で、まあ、例えば京都の清水焼きもやったし、石川県の、九谷焼きもやったし、佐賀県の有田焼きもやったり、あと鳥取県の牛の戸焼きをやったりということで、まあ、各地で本当にね、いろんな代表作みたいなのを残したっていうのが、山下清なんですね。こういうふうな、芸術活動もやってたんですよ。で、そういう活動をしている中で、やっぱりね、日本だけではなくて、世界を行ってみたいと思うのが芸術家ですね。そこはやっぱ山下清も一緒で、まだもう散々日本全国はまあまあ回ったし、窯元も行ったから、ちょっとまた新しい刺激欲しいなということで、海外に行きます。それが、1961年ヨーロッパに行きます。はい、ヨーロッパ旅行。だから40日間ぐらいやったんですけども、ヨーロッパに行って、その海外の風景っていうのもいろいろ見て、そこでも作品シリーズっていうのをヨーロッパシリーズっていうのを結構残してます。はい、でこの頃になってくると、山下清の張り絵っていうのはもう神ってるね、神ってる、うん、もうそのさっき言ってた小寄りって言ったらいいかな、小寄りの細かさとか もうめっちゃすごいね。川とかのその流れとかにも小寄りを使い出したりとかね、めっちゃ細かい作品が多くなってくるんですよ。っていうので、この頃のヨーロッパ作品っていうのを、例えば展覧会とかね、今後見るにあたってあったとしたら、ぜひ注目していただけたらなと思います。ここら辺はもう山下清の、張り絵のクライマックス、円熟期みたいなな感じなのでね、強盗テクニックめっちゃ使われてるので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。で山下清っていうのは張り絵のイメージと陶磁器のイメージを言いましたけど、もう一つ、イメージがあるんですよ。それは何なのかというと、フェルトペンの作品っていうのも結構残してるんですよ。フェルトペンっていうと、太さが一定で強弱がつけにくいんですよ。まあで言うたら水墨画とかやったらね、うらぶしゃんぐしゃんぶぐにゅぐにゅぐにゅとか言って、なんか太細みたいなのがいっぱいできるんですけども、フェルトペンでそんなんやってるの見たことないじゃないですか。っていうことで絵が単調になってしまうので、あんまりプロの絵描きさんでフェルトペンで作品を描いてるよというのはないんですけども、山下清っていうのはこのフェルトペンめちゃめちゃ好んで、独特の点描を用いて、独自の世界観を持つ作品っていうのを多く残したんですね。でそれの集大成っていうのが1964年からスタートさせた東海道53次シリーズになります。はい、東海道53次って言ったらね、江戸時代の浮世絵師の歌川広重が、まあ、描いたシリーズもんの浮世絵っていうのが有名ですよね。江戸から京都までの、53個の宿場を描きましたよみたいな感じのあのシリーズもん、あれの現代版を山下清がこのフェルトペンで、描くようになったんですよ。まあ、もちろんね、現代版やから全然ちょっと違うんですよ。描いてるもんは電柱とか道路とか新幹線とか自動車とか、まあ、そういったものを描いてますよっていうのがあって、これがね結構秀作なんですよ。おー、なかなかフェルトペン1本でこんな表現できんのっていう感じで仕上がってるんですけど、ただ42番目の名古屋の熱田神宮で、ここでね眼底出血が発症してしまうんですね、山下清で、あかん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 ということでドクターストップがかかってしまいましたよと。でそこからどうなったのかっていうと、1971年、49歳の時に、まあ、この眼底出血が、ね、影響してたのかどうなのかちょっと分かんないですけども、脳一血
血で、急性してしまうっていうのがこの山下清やったんですね。いやー惜しいな、もうまだまだね画家として頑張ってほしいなっていうところなんですけど、道半ばといえば道半ばで、ここで山下清っていうのは亡くなってしまったんですよ。で亡くなる前に残した最後の言葉っていうのが、どこの花火行こうかなみたいな言葉を、残したらしいんですね。山下清っていうのはめちゃくちゃ花火が好きやったんですよ。代表作でも結構花火シリーズっていうのがあるんですけども、一番有名なのは新潟の長岡の花火の作品ですね。あれが有名なんですけども、それぐらい花火が好きやったので、まあ、花火行きたいなみたいな感じのことを残して、亡くなってしまったっていうことで、まあ、最後の最後まで山下清らしいなっていうところなんですよ。で、この東海道五十三次シリーズどうなったのかというとね、まあ、当然ね、途中で終わってるでしょ、未完で終わったんでしょって誰もが思ってたんですよ。思ってたんですけども、実はねそうでもなかったんですよ。どういうことっていうと、まあ、当然山下清が亡くなったら遺品整理とかしないといけないので、いろいろアトリエとかを掃除しとったんですよね。ならアトリエの押し入れからなんか映画ガッサーって出てきた、なんやこれはって言ってバッて開けたら、その東海道五十三次の残りの13点っていうのが、描かれてたんですよ。描いとったんかいって感じなんですけど、それ描いとったらしいんですよ。どういうことかっていうと、まあ、言うたら、ね、ドクターストップがかかってる身で、買い取ったら家族に見つかったらね、心配されるから山下清っていうのは隠れてね内緒で買い取ったらしいんですよ。でなんとか書き終えて、終わったと思った時に、脳溢血で、まあ、亡くなってしまったっていうことで、まあ、最後の最後でなんかそのね隠れて書いてましたよとかね、家族のことを心配かけないようにしながらみたいな感じなのが、なんか山下清らしいなっていうところなんですよ。まあ、こういう風ななんかね、山下清って生涯全部を通していろんな名言とかも残してるんですけど、どれを見てもやっぱ純粋無垢でなんか優しいなっていう風なイメージ、それが作品からも伝わってくるんだ。しかも驚異的な才能を発揮した作品がいっぱいあるよっていうことなんで、本当魅力あふれる、今なお国民に好かれる作家というふうに言うことができると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は山下清のアーティストとしての生涯をご紹介させていただきました。結構ね知らないこともたくさんありましたね。まあハリエに関してはまあまあある程度知ってたんですけれども、陶磁器の絵付けとかフェルトペンっていうのはあんまり知らなくてね、しかも最後そんなドラマチックなことがあったんやっていうこともね、今回調べてみて結構面白かったなというところです。山下清っていうのは2022年が生誕100年やったので、今後もね回顧展っていうのは結構いろんなところで行われるんじゃないかなと思いますので、今回の動画を参考にして展覧会に役立てていただければなと思います。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関する様々な情報を発信しております。面白かったな、ためになったなと思われる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。どうぞよろしくお願いいたします。